はい、皆さんこんにちは、高橋圭です。この音声のシリーズではアメリカから雑談を取っております。その第24回目です。今日はですね、まあ皆さん結構リツイートしていただいたですね、ツイッターの理系じゃないリストの解釈について話してみようかなと思うのと、もう一つですね、アメリカに来てから研究がやりやすくて仕方がないという話を一個してみようと思います。こっちは短いと思います。で、その二つに共通してですね、日本に何が足りないかっていうようなことを話して終わってみようと思います。で、今日は割と綺麗に繋がるんだけど、めちゃくちゃ長いみたいな感じかなと思ってるので、皆さん再生時間を確認の上、ご視聴願います。というわけで、理系じゃないリストっていうのを作ってみたんですね。どの分野であれ一つでもできなかったら理系じゃないっていうリストを作ってみてですね。で、それが一応言っておくと、積分ですね。線積分、面積分、体積分と、2番目がフーリエ変換。で、3番目が偏微分。で、4番目が積分型のガウスの法則がちゃんと力式できること。で、5番目が1次元の無限の緯度型のポテンシャルのシュレディンガー方程式を解くっていう、この5つにしてみました。で、理由も書いたんですけど、詳しく書きましたんで、ブログの方をご覧ください。で、まず最初にですね、今のところ1882リツイート、2126いいねいただいて、俺の最高記録になりました。どのような理由であれ、本当にありがとうございました。正直嬉しかったです。で、さらにですね、グーブログを僕がやってますよね。長年、10年以上ブログをやっていますが、その、日にち別ランキングで67位でした。グーブログ内で、グーブログっていうサービスの中で67位なので、もちろんアメーバブログとか他にもたくさんブログがありますから、そういうブログと比較しているわけじゃないですが、グーブログの中で67位というのは、これも過去最高記録で、2桁が初めてだったので、個人的には本当に嬉しかったです。皆さん本当にありがとうございました。というわけで、これの解釈をしてみようかなと思います。理由とかそのツイート自身の内容についてはブログの方を見てほしいんですけど、こっから話すのはどちらかというと、みんながどう反応したのかっていうのを、こういう感じだったっていう解釈を俺がするっていうのがメインになります。ので、これが正しいかとかですね、理系じゃない理由はどうしてかとか、もしくは本当にそうかとか、だってなんとか学科の人はこうじゃないですかとかっていうことはあんまり話しません。そうではなくて、みんながこういうふうに反応してて、あ、こういう感じなんだっていうところを話してみますので、それをご了承ください。まずですね、俺が結構気になったのは、プロフィールのクリック数が多いなというふうに思いました。当然ちょっと多い前なんだけど、エンゲージ総数っていうのがあって、いいねとか、リツイートとか、詳細をクリックしたとか、いろんなものの、これなんだって思った人っていう意味ですね。単純にあのツイートを見られた数っていうのは35万人ぐらい。35万人はおかしいね。35万ぐらい見られているんですけれども、そうではなくてクリックしたりとか、いいねをしたりとか、そういう全部の総数のことをエンゲージメント総数というらしいんですが、これが3万でした。で、この3万に対して、プロフィールのクリック数が5560なので、約 30% かなと。もちろん、見てる数で割ると 0.0 何%ぐらいなんですけど、これ気になるなって思った人の中で、30% ぐらいの確率で、大体ね、あくまで大体なんだけど、大体それぐらいの確率でプロフィールをクリックするというような、データでした。なので、やっぱりというか、これは大体俺がずっと思ってることなんだけど、何を言ったかっていうことよりもですね、誰が何を言ったかっていう方がはるかに大事でですね、みんなね、なんだっけ、これってどっから来たの ?2 ちゃんから来てんだっけ、何を言ったかよりも誰が言ったかよりも何を言ったかの方が大事だみたいな、格言って2ちゃんから来てんのかちょっと忘れちゃったけど、とにかくなんかネットが出てきてからとにかく言われるようになったことですよね。で、俺はね、これは嘘だと思ってるんですよ。それよりも、何を言ったかなんかよりもですね、誰が言ってるかの方が大事で、で、みんなそれを気にするんだな、というふうに思いました。で、その後にですね、60リツイートぐらい、
100いいねぐらいされてるやつがあってですね、医学科は理系じゃないっていうのもコメントしたんですけど、そんなの当たり前じゃんみたいな、あの専門学校みたいなもんでしょみたいなツイートをしたんですけど、まあ、これも語弊があるよね。ここだけ聞くとあのすごい語弊があるんだけど、まあ、要するに、医者という専門家を作るのが医学部なんだから、まあ、なんかこう、ユニバーサルでやるようなことではないでしょっていう意味なんだけど、まあ、っていうような内容をツイートしたんですけど、そっちはですね、先ほどのエンゲージメント総数に対してのプロフィールクリック数がだいたい 40% ぐらいでした。ので、まあ、まあ、医療関係者というか、医学系で、なんかそういうふうにつぶやいた方が、あの、そういうオフェンスをしている人も多かったですしね。あの、オフェンスをしてるっていう言い方が正しいのかちょっとわかんないんですけれども、オフェンスした気になってるっていうのが正しい気がしますが、医学科じゃないくせにそんなこと言って、みたいなね。まあ、そういう、こう、視野の狭い人がすごくいて、あの、医療行為って誰にでもこう、身近なものですから、誰がコメントしてもいいはずなのに、医学部じゃないのにそういうこと言うなとかって言われると、すごいなんか、大丈夫なのかなと思って見てましたけれども、まあ、そういうコメントも多かったのは、まあ、こっちの方が多かったです。で、まあ、そんな結果かなと思っています。これは、まあ、大体の概要っていう意味です。で、大体ね、あの、もう、1000リツイート以上されると、通知が止まんないんですよ。で、携帯もね、携帯っていうか、スマホの、あの、ツイッターのアプリ、もうおかしくなっちゃって、俺一回ね、アンインストールしてインストールし直したぐらいなのね。で、まあ割と定期的にずっと見るようにしてたんだけど、まあ一応こう暇な時はずっと。で、結構思ったのは、いいねとリツイートを押す人が割とバラバラだなと思っていました。こうリツイートした人はリツイートしかしてなくて、いいねは押してくれないって。で、リツイートした人のを見ていいねを押す人がいるっていうような、まあなんかそういう感じでした。ので、俺の個人的な最初の印象としては、こんなん書いてるやつがいる、許せんっていう風に、まずリツイートする人がいるんですよ。で、そのフォロワーの中に、あの5つができる人がいて、いいねって押す人がいてですね。で、またいいねって押されてる、これ許せんってまたリツイートするみたいな、なんかそういう雪だるまみたいな感じが結構して面白かったです。やっぱね、100リツイートと1000リツイートって、途中までは800リツイートぐらいの時まではあんま変わんねえなと思ってたんだけど、結構違うなと思ったのはこの辺で、雪だるまの出来方がもうゴロゴロっていきなり大きくなるのが1000リツイート以上。100リツイートはなんか、まあ、何やかんやちょこちょこっていうような感じで、まあ、通知が来たり来なかったりみたいな感じがするんだけど、もう1000リツイート以上だと雪だるまがものすごくゴロゴロってなるので、雪だるまではないですね、雪玉がファーってなるので、通知が止まらないような状態で、その割に、この、拡散されるから拡散されるみたいなのが、結構見えてて面白いな、というふうに個人的には思っていました。で、まあ、一応ね、あれが正しいかどうかっていうことも少しだけコメントをしておくと、まあ、1000人以上、35万人以上が見たんでしょ？で、なんやかんやいいねの方が多かったりとかするわけでしょ？で、ってことは、みんな心のどっかでは、あの、不快感を思った人も、これは違うって思った人も、どっかでは、こう、正当的な部分を感じて、どっかではそうなんだなって思いながら、あれぐらい反応されてると思っていますので、まあ、少なくともある程度は正しいことを言ったんじゃないかなというふうに、俺は認識をしています。もちろん、あの、俺個人としてはというか、あの、客観的にどうかっていうのを今言っただけであって、俺個人としてはそんなの正しいに決まってんだろうっていうことしかツイートしないですから、あの、そういう意味ではそれなんですけど、まあ、少し客観的にこう、ふっと俯瞰してみたときに、どうかっていうと、まあ、少なくともある程度は正しいんじゃないかなと。いう解釈でいいかなというふうに思っています。で、これがですね、ちなみに前振りです。まあだから今日長いの分かるでしょ？これが前振りです。まだ本題に全然入ってません。で、でね、まあ、相対的にどう思ったかっていうと、基本的にですよ。あくまで基本的に最初に思ったこととしては、あの5つができる人が肯定的な意見。で、あの5つができない人が否定的な意見に、俺は一見思いました。で、これは、
あくまで一見そう思っただけであって、バーッと見てて、マジョリティはそうだなっていう。ただそれだけです。で、これは、一側面としては正しいんだけど、ダイナミクスを見る分には不十分だなというふうに思っている解釈で、必ずしもこれこうではないっていうのが、まあ非常に重要で、まあだから、実験とかでも同じようなことが言えるんだけど、よくね、実験の人とかで、この実験はやらなかったことにしようっていう人がいるんだけど、それはダメなのね。必ずデータっていうのは全部こう対等に見なきゃいけなくて、例えばできないのに肯定的な人、もしくはできるのに否定的な人っていうのも少数いるんであれば、そのデータっていうのはちゃんと見なきゃいけないわけじゃないですか。なので、その解釈をしながら次の話につなげていこうかなというふうに思うわけですけれども、そうそう、だからなんだろうな、だからチャンピオンデータみたいなのはありえなくて、そのチャンピオンデータだけ取って、綺麗なところだけ取っていったら、自分にとって都合のいいロジックプラス、プラスですよ、このレアケースの解釈をしたとしても、自分のにとって都合のいい解釈であるのは変わらないんですけれども、そうじゃ、それプラスですね、それをさらにこう、促進するような効果があるプラス、なんだろう、頭の回転がすごい早い段階で大したことないデータになっちゃうんですよ。なのでレアケースをちゃんと見てみるっていうのは非常に重要です。で、まずですね、できないのに肯定的な人っていうのを解釈してみようと思うんですよ。あの5つができないのに、あ、これはいい意見だなっていう人はですね、どういう人がいたかというと、コメント見てると、まあ俺結構全部見てますからね、千リツイートとかされても、まあね、本当に全部見るのは無理なんだけど、ちゃんと見れるようなところは全部見るように努力したつもりなので、面白かったので。一応見たものを言うとですね、理由見たら正論すぎるわって言ってる人がいました。俺がですね、あのツイートの下に返信で、その5つに対して、だからどの分野でもできなきゃいけないよってことを書いたんですけど、で、それを見たら正論すぎるわとかですね、あとは耳が痛いわとかっていう人もいました。で、これは、どちらかというとというか、かなりレアケースです。要するに、千リツイートされてて、5人もいないぐらいの話です。で、まあ、5人もいないっていうのは、どういう人かっていうと、研究者の中で5人ぐらいもいないっていう話ですね。研究者っていうか、まあ、ある程度の年齢で、大学院生以上でっていう、こう多分通称でもあるんですけど、で、高校生とか大学生とか今習ってる人はこれが多いんですよ。で、それはどうしてかっていうとですね、できないことに正当な理由があって将来できうるからだなと思ったんですね。まあ、高校生とかで、で理系で、これから大学に入るっていうような人は何をやるか分かんないですから、まだ自分ができる可能性があると思ってるわけですよ。そうすると、こういうのできなきゃいけないんだってリツイートしてる人がいるわってなって、リツイートしとこうっていう人はいるんですね。で、そういう人は肯定的でも否定的でもなかったりするんです。なので、もちろんそういう中で肯定的な人もいて、だから全部含めると、そのできない人で肯定的な人っていうのは10人から20人の間ぐらいだったと思います。2000人ぐらいリツイートしててね。で、で、研究者以上、大学院生以上にしよう。大学院生以上だとすると、5人以下ぐらいだったと思います。で、2人ぐらい、30前後ぐらいの人がいて、それなりの立場の人でもそうやって言ってたので、そういう人はマジで脅威だなと思って俺が目つけました。目つけたって言うとすごいこう、あれなんだけど、なんだろう。だから、単純にできない人が、こんなん書きやがって、ふざけんな、こんなんできなくても、お前の分野だけ言ってるだけじゃねえかとかっていうやつは、まあ、どうでもいいじゃないですか。そんなのマジョリティだし、まあ、できないんでしょっていうだけだから。で、本当に怖いのは、自分ができないのに、あ、これできないといけないんだ、僕はマジやばいわ、できるようにしようっていうやつの方がやばいですから、で、俺がこれ結構割と考えて正解を教えている中で2000リツイートぐらいされてて2人しかいないっていう見方もできるんですけど、でもそんな2人がいるっていうのもやばいなっていうのが認識としては俺は思いました。だから結構希望があるなというのが俺のイメージですっていう感じですね。なんだろう、データを元にして
言っているわけじゃないんですよ。要するに俺が、まあ、2000人ぐらいだからね、本当はちゃんと全部データ取ってってやらないとこういうことは言っちゃいけないんだけど、大体俺が見てての感覚を含めてよ、この実感を含めてっていうところで話しているので、もっと正しく言わなきゃダメじゃないかとかってあんまり言わないでねそれは確かに俺もそう思ってるけど、そんな時間ねえからっていうけど解釈はしたいじゃんみたいなところがあるので、ちょっと許してください。で、できるのに否定的な人っていうのもいて、俺これね、すごい疑問だったのよ。あの5つができるのに否定的な人って、どうしてって思ってて。で、いや最初ね、全然わかんなかったの。だってお前絶対できるじゃんと。お前この5つ絶対できるのに、どうしてそんなに否定的なのかなっていうのが、わからなくてですね。で、僕の後輩の T 君に聞いてみたら、高橋さん、こうですよ。こうじゃないですか。で、って言って、あ、確かに。ってなってでも天才だなと思って、すげえと思ったんだけど、具体的にどういう人がいたかっていうと、あの1人じゃないんですよ、何人かやっぱりいて、同じぐらい5人以下ぐらいでいるんですね、できるのに否定的な人っていうのが。でそれが大体どういう人かっていうと、直接的にリツイートとかいいねとかしてないんですけど、もう完全にそのコメントしちゃってるんですよ。あのできないやつのリスト作りたいとか、あのなんだろう、不快感をあらわにしちゃってる人がいるんですよ。で、これ、まあ、これね、いや、この間ね、あの、アメーバ TV 見てて、エゴサーチ TV っていうあの、キングコングと西野さんがやってるやつあるじゃないですか。で、あれで、こう、一般の人のツイートそのまま出してたから、俺もやってもいいんだけど、まあ、でもちょっとかわいそうだからやらないけど、そういう人も何人かいました。で、俺はね、完全によくわかんなかったんですよ。え、なんで？と思って。で、それこそ、まあ、物理の人じゃないですか。あれって物理、まあ、一部の人が結構言ってましたけど、電気、電子の人はできるとか、物理学科の人はできるようなことを書いてるだけって、まあ確かにその通りじゃないですか。で、物理学科の人だし、で、まあそれなりに、まあ論文とかも書いてるだろうし、できるじゃんとか思うわけよ。だけど、すごい否定的なのね。で、まあ、物理学科の人ってよく言うのは、それこそ2ちゃんのあれと同じで、誰が言ったかよりも何を言ったかの方が大事じゃん。で、どうして否定するのか分かんなかったのね、最初。いや、単純に考えれば、自分ができるからといって、これができない人のこともちゃんと考えてあげてる優しい人だっていうような言い方もできるんだけど、でも明らかに、こう、俺の人格否定みたいなのが含まれちゃってるから、なんかそういうニュアンスでもないじゃないですか。本当に優しい人だったらそういうことも言わないから。で、どうしてかなと思って、論理的に物事を考えたときに、まあ皆さんも実践してみたらいいんですけれども、行き詰まったらですね、空間、時間、数で考えるべきっていうのを俺が忘れていました。で、空間はこの場合は関係ない。なぜかというと空間のことを話しているから。で、時間もこの場合は今とりあえず置いといていい。なぜかというと、ツイッターは今の出来事っていうのをこう表す SNS なので、まあ、そこにそんなに時間依存性を今加味しなくてもいいかなと。で、着目すべきは数だったんですね。で、まあ、それはどういう意味かっていうと、その人にどういう原因があるかっていう視点ばっかりで考えたんですけど、その人がどういう人と付き合っていて、どういう人と付き合っていて、で、その人とどういう関係になりたいか、もしくはその人と、どういう関係性だから自分が成り立ってるかっていうのを考えてる人っていうのが多かったです。まあまあ要するにですね、特にツイッター内でこのあの5つができない人と仲良くしてたりだとか、できない人のことが好きなんじゃないかなっていうような人だったりとか、できない人に支えられて自分がその地位に成り立っていると思っている人っていうのが、まあ多かったです。で、まあ、これにパッと気づけるあの T 君はやっぱすごいなというふうにちょっと思いました。なんだろうね。正直、このツイートの関連の中で一番悔しかった瞬間ですね。で、がっつり物理の分野よりも、物理を基軸として、融合分野に近い人が多かったって、多かったっていうか、まあ5人ぐらいしかいないけど、まあ、大体そうだったので、まあそういう部分が大きいのかなというふうに思いました。ので、まあ割と
理解できたかなと思いながらも、この解釈はまた後ですることにして、新しい話題に行って、で、日本に何が足りないかという話で、2つをまとめてみたいと思います。ので、このツイッターの話はですね、まだ続くんですが、ちょっと違う話を一回してみましょう。でですね、アメリカに来てから研究がやりやすくて仕方がないという話をするんですけれども、いや、なんでかわかんなくて最初。いや、なんか、こう、なんでもかんでも進むなと思ったんですよ。いろんな意味で。で、どうして進むのかな、まあ、割とこう複雑なことをやってるのに、まあ、トントン拍子ではないけれども、着実に進んでるなと。1日2日単位で見ると全然進んでないんだけど、まあ、1週間から2週間単位で見ると明らかに進んでるんですね。で、どうしてかなと思ったんですけれども、やっぱりですね、無意味なストップが入らないっていうのが一番でかくて、この無意味なストップっていうのは何を言ってるかっていうと、誰かの顔を立てるということがないっていうのが、まあ、一番大きいです。例えば、俺が、これやりたい。で、これ前にやってたし、これすぐできるから、うちのラボでもこれやりたい。で、この方が早いからっていうようなことを言うとするじゃないですか、ボスとかに。で、そうすると、日本だったら、まあ、というか、駒場だったらですね、すぐに、それはなんとか県の仕事だから、本当にそれをやるなら、なんとか先生にお伺いを立てないといけないので、まあ、なんか、とりあえずこっちの道をこうやってやって、みたいなことを言い出す人が多いんですよ。で、そのせいで1ヶ月ぐらい平気でストップするんですね。で、だって、わざわざ、俺が慣れてない方法や、を習得しなきゃいけないから、その習得をして、まあ、それが勉強になるっていう部分はあるんだけど、で習得して、それでやって、で、やっと進むじゃないですか。でも、俺がもうすでにやっちゃってることだったら、研究は目的を達成するためにあるっていうふうに考えるんだったら、まあ、俺がすでに知ってることの中で、パッてやっちゃった方が早い時っていうのはあるわけじゃないですか。なので、まあ、これが早いのかなと思って、います。まあ大体ね、博士課程にいた時なんかはよくこれを感じてて、なんでこんなに邪魔してくんのかなっていうのはすごい思った時期はあるので、いやもちろん協力していただいてる部分っていうのはものすごい多いんだけど、それにしても、そのなんか協力していただいてるっていうのが、だんだん押し付けになってきちゃってるわけですよ。要するに俺が提案しても受け入れられなくなっちゃうから、だってこうやってやればいいじゃんみたいな。で、いやだってそれはなんとか系の仕事でしょとか言われちゃったら、俺がやってる意味がないじゃないですか。で、だんだんこういうデータにならなければいけないみたいな実験結果しか認めませんみたいな感じだったらいつまでも論文書けないみたいな感じになるじゃないですか。だから自然科学ってそうではなくて、こう、実験したことは正しくて、で、それが積み重なった上で、ある論理性が築ければそれで論文を書けばいいじゃないですか。にもかかわらず、これじゃないといけないってやって、しかもなんとか系の仕事は使っちゃいけない。他の研究室の仕事は使っちゃいけない。で、まあ、例えば、なんだろう。師匠の、パクリみたいなのはいいわけですよね。他の研究室のパクリはダメでも、自分の上の先生、そのボスの上の先生の、この手法だとかそういうのは使っていいみたいな、なんかよくわかんない状況になってて、なんかそういう感じだとすっごいめんどくさいわけですね。特に融合分野でやってると。だってこれでいいじゃんとか思っちゃうから。で、それがない。っていうのがすごく楽。で、俺が言った提案っていうのが、正しければっていう、エクスキューズはめっちゃ入るんですけど、正しければすぐにゴーサインが出ると。で、俺がだから、こう空気を読んで、もう俺でも空気読むからね、こうして、コードの方がいいかな、アワの方がいいかな、で、まあ、どうかわかんないんですけど、こうやってやってみると論理的にはうまくいくんですけど、みたいなことを言ったら、なんですぐ試薬買ってないのっていうようなことを言われるぐらい、スピードが速いのが、まあ、こっちだなと。いうふうに思いました。まあだからね、結構こっちの日本人の人で、日本人の教授の人っていうのがいて、そこについてる日本人のポスドクとかも、まあそれなりに多いんですけど、やっぱりね、こっちに来てるんだったら、なるべくこっちの人の下についた方がいいですよっていうのは、日本人以外の人についた方が俺はいいと思ってて、もちろんね、日本にいて、日本のボスの下につくよりは全然、こう、経験としてはすごいいいと思うんだけど、まあ、なるべくだったらですね、欧米人、欧米人に限らない、どうしても、今アメリカの国旗を見ながら喋ってるから、どうしても欧米人って言っちゃったんだけど、そうではなくて、日本人以外の外国人の人と、まあ、せっかく外国でやるんだったら、の方がいいんじゃないかな、というふうに思いました。
で、まあ、それがアメリカに来てから研究がやりやすくて仕方がないというような話で、この2つをまとめて日本に何が足りないかということを言ってみようと思うんですけど、それはですね、すなわちズバリ一言で自信です。俺はもう自信が足りないというふうなことを結構前からまあブログでも日常生活でも、まあ、ツイッターでも何回か言ってるけど、なんでそんなみんな自信がないんだと。なんかもう自信がないことを前提とした発言しか許さないみたいな、その空気感は何なんだというような感じがして、みんなね、もっとね、こう、無駄なというか、根拠のないというか、なんだろう、自分は絶対大丈夫みたいな自信を持った方がいいですよ。で、俺、個人としても、自信を持ってる人しか好きにならないし、自信を持ってない人で、自信を持ってるふりをしてる人っていうのは、やっぱり時間が経てば経つほどいなくなっていくので、結構ね、俺個人としては自信がある人が周りにいることが多いので、どうも実感がないんだけど、公の場に出ると、こんなにみんな自信がないなっていうことにびっくりする時があるんだけど、自信がないのは問題ですよ。で、さっきの最初の話から言ってみるとですね、自信があるから高校生とか大学生は理系じゃない。この5つができないと理系じゃないっていうふうに言われてもですね、高校生とか大学生はこれから習うんだから、まだだって自分できる可能性あるもんっていうふうに思えて肯定できるわけですよ。自分ができなかったとしても。だから、自信っていうのの定義は、未来の自分は今よりも絶対に成長しているはずだという無根拠な思い込みです。なので、プライドとは違うんですよ。で、プライドは何かっていうと、過去にこういう言葉を自分が得てきてるから、これくらいはできなくちゃ恥ずかしいっていう気持ちなんです。だから、自信があってプライドがないのが、俺はある程度いい状態だと思ってます。これ、ある程度ね。もちろん、自信とプライドって対等だと思ってるので、ある程度プライドがないと自信もついてこないしっていう部分がもちろんあるんですよ。けど、自信が何にもなくてプライドだけめっちゃある状態よりは、自信がすごいあってプライドがあんまりないっていう状態の方が俺はいいと思ってます。健康状態として、精神的な。で、なので、定義上、自信っていうのはどんなに結果を出しても身につきません。例えばだから、東大に入りました。もしくは、論文を書きました。学士に通りました。就職ですごいいいところに入りました。こういうものは自信にはならないんです。プライドになるだけなんです。わかる？言ってる意味。こう、慣れた瞬間、その瞬間っていうのは自信になりうるんだよ。当然に受かったその瞬間っていうのは。じゃなくて、受かってからの方が長いからね。もしくは言葉を得てからの方が大抵の場合は長いので、人生。なので、プライドになっちゃうんですよ。だから、どんなに結果を出しても、どんなにたくさん論文を書いても、どんなに自分がこう、なんだろう、教授になったり、研究室を持ったりしても、自信っていうのは身につかないんですよ。定義上ね。プライドだけ身についていく。で、プライドがうまくフィードバックして自信になっていく人は、自信とプライドが対等になる。だけど、プライドをプライドのまま保持しちゃうと、プライドだけが蓄積していって、自信がどんどん下になっていっちゃうというような感じだと思うんですね。で、もう一個解釈してみましょう。自分に自信がないから、自分は、5つができたとしても、例えば変微分ができたとしても、一次元の、無限の緯度の、シェルディンガー方程式が解けたとしてもですね、その定義で理系でいいやっていうふうに、本当に思えたとしても、誰かできない人で自分が好きな人だったりとかを見つけると、その人から嫌われたくないから肯定しきれない。だから、その不快感の代表として俺一人に全部責任を押し付けちゃうと。あいつが変なこと言ってると。こんなことを言うやつはどうかしてるんだと。品がないんだっていうようなことを言い出す。っていうのが、割と見ていてそう思いました。だから、俺なんかはですね、自信があるので、例えば、俺も友達とか信頼関係の中に、5つができないくせに自分は理系だって思ってる人がいますよ。友達でも知り合いでも。たくさんいます。で、言うたらたくさんいますよ。でも、俺がこれを言ったとしても、俺の本当の友達とか、本当に信頼関係がある人とか、本当にこうちゃんと関係をつかもうとしている人、つかみうる人でもいいんですけど、っていうのは絶対に離れないはずだっていう自信があるんですよ。で、それは
俺のことを理解してくれてるかっていうかよりも個人に自信があるから、まあ、あいつがあんなこと言ってても別に俺は思わねえしって思うやつか、また高橋くんはあんなこと言っちゃってそんなこと言うからみたいな、けど自分もそうだなってちょっと反省してみたりだとか、そういう人しかいないんですよ。だからあれで怒っちゃう人は俺の信頼関係ゾーンに入ってこないので、だから俺はああいうことが公で言えるわけですよ。で、それで離れちゃう人は、あ、よかったなって思うんですよ。あ、離れてよかったなと。なんか、その信頼関係ゾーンに入ってきちゃいけない人が入ってきてたんだなっていうふうなことがわかるんですよ。だって俺が思っちゃったことなんだもん。しょうがないじゃん。で、それとは全然違う次元のところに友達とか信頼関係とかはあるので、だから、あれを肯定したぐらいで、要するに俺は発信源ですよね。で、発信源の俺を肯定して、信頼関係がなくなるって思う人は自分に自信がないんですよ。根源的に信頼関係に対しても自信がないし、自分のそれこそ理解力、物理の腕に関しても俺は自信がないというふうに見ていますので、まあだからこうなんか上げ足取っちゃったりするわけでしょ。あのそのツイートには反応しないけど他のところで上げ足取ってやろうとかって思うようになっちゃう。でそれはなんかみみっちくないですか。だから自信がないのの表れになっちゃうじゃないですか。なので、どちらかというともっと自信を持ちましょうよというような提案を俺はしたいんです。で、まあ、あの論文に関してもそう、論文というか研究の進捗に関してもそうですね。日本の研究室、まあ、日本のっていうとちょっと語弊があるかもしれないんだけど、要するに俺は、まあ、大体駒場しか知らないので、で、まあ、あと理科大しか知らないので、まあ、それで日本はって言っちゃうのは危険なんだけど、もしくは、アメリカは大丈夫だよっていう言い方ももちろん同じように危険なんだけど、まあ、他のことでも日本で多く思うのは他人の仕事を利用できないっていうのが自分に自信がないからだなというふうに俺は思います。なんでかっていうと、パクっただろって言われるのが嫌だから。だから師匠のパクリっていうのは正当化されるけど、よその研究室の論文をあらわには使えないと。で、別にだって使ってもいいはずなんですよ。なんでかっていうと、だってパブリッシュされてる内容なんだから、もうその人 の仕事だっていうふうに世間的にみんな知られてるわけだから、でその人の仕事を一部使って自分が新しいことをしましたっていうのは全然問題ないじゃないですか。にもかかわらず日本っていうのは、だから小型化とかしかできないでしょ。新しい、全く新しい iPhone みたいなものを作り出す技術っていうのは日本には育たないんですよ。なんでかっていうと、他人のものを奪ってでも使ってでも、まあ、それこそジョブズなんかそうだけど、パクってでも完全に要するに盗んできて、でそれを俺のだっていう風なことを言ってでも何かを達成しようっていう野心がないから、で、そういう自信がないから、だって成功することの方が大事じゃん、俺が実現することの方が大事じゃんっていうようなことがないから、で、それよりはなんか自信がないからパクったって言われるのは嫌だしなと。パクったんじゃなくてもね、要するにちゃんとパブリッシュされてるものを、だジョブズとかは俺はダメだと思うよ。言うとくけど。なんか、そんな、パブリッシュもされてない、認められてないものをバッと持ってきて、で、これは俺のだっていうのは、それはどうかなと。人としてどうかなと思うけど、で、そうじゃなくても日本人っていうのはできないわけだよね。だから、そこはやっぱりちょっと変えていかないと、なかなか、精神論になっちゃうけど問題かなというふうに思います。でね、自信はじゃあどうやってつけたらいいんですかっていう話になると思うんですけど、俺に聞くのは不適格です。なぜかっていうとですね、俺に自信をどうやってつけるかって、結構俺の周囲の人も俺に聞いてくるんですよ。結構ね、一緒に音声を取ったマッツンとかですね、それこそさっきも出てきたって言っちゃった、また音声を取ってくれた田中くんとかもですね、どうしてそんな自信があるんですかとか言われるんですけど、まあ、田中くんの解釈によると、親に愛されて育ってるから。まあ、それは確かに一面としてはめちゃくちゃあると思う。で、松尾くんは、そもそもに備わってるみたいなことも言ってたし、まあ、田中くんと同じようなことも言ってた時もある。で、なので、もう物心ついてる時から自信があるから、わからないんですよ。自分がそこの場所にいていいっていうのが、ずっと当たり前の状態だから。だから、どちらかというと後天的に努力によって、要するに10代以降に自信がなかったけど、中学生ぐらいまでは自信が全然なかったけど高校生になって自信をつけましたとか、もしくは
10代の頃は何にもなかったけど20代の若い時代に自信をつけましたとか、そういう人の話を聞いた方が多分いいと思います。で、自信は多分後天的につけられますので、自信があるとかないとかっていうのは先天的な方が楽なんだけど、まあ何でもね、それは先天的な方が楽なんだよ。運動神経にしたって賢さにしたって直感にしたって先天的な方が楽なんだけど、まあ割と全部ですね、まあなんだろう、指紋とか以外は後天的に身につけられますから、あんまりこう気にしないでいいと思うんですけど、そこは諦めない方がいいと思います。ただ俺が言えることとしてはですね、確実に言っておかなきゃいけないことがあると思うんですけど、理系じゃないっていうふうに言われようがですね、そんなの大学じゃない、そんなカリキュラムじゃ大学じゃないっていうふうに言われようが、あなたがその場所に存在していていいっていうことは変わらないんですね。で、これすごく大事で、どうしても俺がこう、これができないと理系じゃないよっていうと、自分が理系って言ってるレゾンデートルが怪我されてるって思うかもしれないけど、俺が言ってるのはそういうことじゃなくて、別に理系じゃなくたって研究室にもいていいし、アカデミック業界にもいていいし、そんなのいいに決まってるじゃんっていう前提が俺は大前提としてあるわけね。で、だけど本当のことを言えば、研究室にいることによって、もしくは大学に入ったことによって何かのスレッショールドがあって蹴落としてきてる誰かがいるわけですよね。で、その蹴落としている誰かに顔向けをするためには、要するに胸張ってその人の前に立つためには、こういうことができなきゃいけないよねってことを俺は述べてるだけなんですよ。まあ、だけっていうと結構大垣は歪消化しすぎなんだけど、で、そうだから、できれば、まあ、こういうことをできるようになろうよ、だからこれだと理系じゃないよねって言ってるだけであって、別にお前理系じゃないからお前ここにいちゃダメだって言ってるわけじゃないんですね。いていいんですよ。いていいけど、できるようになるように頑張ろうよって言ってるだけなので、まあそういう言い方しろよって話ですけどね。で、だけなので、そこはすごく勘違いしないでほしいなというふうに思っています。ので、まずそれが第一点です。で、あともう一点目はですね、どうやって自信をつけるかっていう話なんですけれども、やばい時に無理やり笑うっていうのが、俺は非常に大事だと思います。俺も結構というか、かなりの回数、まあ年にね、何回もありますよ、そんなの。これやばいなっていう瞬間ってあるわけですよ。こう YouTube で、例えば、新州読書会の宮沢さんとなんかツイキャスとかやってて、で、こう話してて、なんかこう空気的にやばいな、これ言っちゃったなっていう時とか、あと、まあ相談メールとかをもらって、これ俺自分じゃ解決できないかもしれない。っていう時とかね、そういう時に何をするかっていうと、無理やり笑ってみせるんですよ。で、もちろんね、面白くない時に悲しい時に笑うと、結構それは後で代償が来るっていうのがよく言われていることで、何でもない時に笑うのはいいんですけど、悲しい時に無理やり笑うと、その分後で疲れがどっとくるので、それはやめた方がいいんですけど、自分がこの状況やばいな、これ切り抜けないと、どうにかして自分が切り抜けなきゃいけないっていう時に笑うのは、俺は効果的だと思います。で、まあ、最近ね、そうそう、ロンドンハーツのネットムービーの6番目が更新されてて、俺すげえテンション上がったんだけど、ロンドンハーツのあのドッキリ大好きだから、やべえと思って、お、これ上がってんだと思って、まだ全部見れてないんだけど、で、やっぱりね、田村淳の指示の出し方、リーダーシップの取り方がもうすごいなと思って、こんなに、こう、的確に、リーダーシップを取りたい人は、多分あれ本当に見た方がよくて、田村淳がどういうふうに指示を出してて、どういうふうに場をコントロールしてるかっていうのを、ちゃんと見て、で、勉強した方がいいと思うんだけど、で、この無理やり笑うっていうのを、割とロンドンハーツでドッキリかけてる時の田村淳はかなりの回数してます。ドッキリだから、あれが本当か違うかっていう議論もあるね。本当にドッキリか、本当にやらせかっていう部分はあると思うんだけど、まあ、やらせじゃないと仮定して、俺、あれやらせだったとしてもすごいと思うけどね。あそこまで聖地にいろんな、なんだろう、演技で見ててるんだとしたらね。けど、演技じゃなくて本当にドッキリかけてるっていう前提での話になるけど、で、そうした時に、例えば昔ね、
吉村、なんだっけ、平成のぶしこぶしの吉村を引っ掛けるときに、なんか自宅に来て、で女の子がとなんかこうイチャついてて、で怖い男が入ってくるみたいな、でそういうドッキリがあったんですよ。したらあのノブコブの吉村が結構まあ意外とオラオラできる人で、でこう胸ぐらつかみかかって、あやるのかとかっていう風な感じになっちゃったんですよ。した時に他の淳以外のスタッフは、えどうするの、やばい、どうしよう、殴っちゃったら終わるっていうような感じになるんですよ。でスタッフもあの画面には映ってないけど、殴ったらお前お蔵入りになるぞ、どうするんだよみたいな感じで焦ってるような声っていうのが聞こえるシーンっていうのがあるね。でその時に田村淳だけ笑ってるんですよ。でもうすごいなと思って、俺これがリーダーシップだなというふうに思って、いやもちろん演技であったとしてもね、してもこれすごいと思って、俺はだからむしろあれドッキリ引っかかってる芸人を見て楽しんでるのではなくて、田村敦史のリーダーシップを見てすげえ楽しんでるんですよ。でいやあんな瞬間、だっていくらかけてるか分かんないわけじゃないですか、本当にドッキリだったとして。だってあの落とし穴だけで1000万とかかかってたりとかする回もあるし、そういう回が多いわけですよ。でスタッフさんとかいろんなのもあって、で、これで全部お蔵入りになったら、全部その淳の判断のせいでお蔵入りになって何千万とかが無駄になるわけですよね。でその瞬間にいろいろ時間もかけてやってて、例えばだって1ヶ月以上かけてやってることがほとんどだから、でそういうのも全部かけてる瞬間に、殴っちゃったら終わりっていう瞬間に俺は笑えないと思ったんですよ。で、その笑い方が無理やり笑ってるんですよ。要するに、本当に面白い、ああ面白い、殴りそうとかって思って笑ってるんじゃなくて、無理やりどうしようって思いながら笑ってるんですよ。で、笑いながら、大丈夫だよ、このぐらい俺の指示でどうにでも殴らせないようにもできるし、殴らせないで落ち着いて場をコントロールして、で、もっと面白くできるから。で田村淳のすごいところは、普通それやるだけでも大変なのに、その後に普通に MC してるところがすごい。さて皆さんこうでしたねっていう風に切り替えがまた早くて。で、なんかこの辺が、何が言いたいかっていうと、俺はこのやばい時に余裕をかませるっていうのがリーダーシップだと思ってるのね。なので、このやばい時でも圧倒的に自分が不利な状況に立たされていたとしても、自分の判断一つミスったら、マジで全部が終わるっていうような瞬間でも余裕をかませる。で、みんなを元気にできる。で、ほら、みんな大丈夫だよ。だから俺が大丈夫だって思ってんだから大丈夫だよ。っていう、このリーダーシップがあまり日本に足りてないんじゃないかなというのは思っています。なので、皆さんも、みんなの前で笑わなくてもいいけど、これやばいなって思った時に、一人で笑ってみるのはいいと思いますよ。これで、俺どうしていこうかな、みたいな感じで、こう、あざけ笑ってみる。っていうのは時に必要な時はありますので、やばい時にでもですね、みんなの前でなくてもいいから、とにかく無理やりに余裕をかましてみて、で自分一人のこうなんだろう、本当の心の内の内の内ではすごい焦ってるんだけど、それをどうにかする能力っていうのを表現系からフィードバックして、でどうにかしちゃうっていうのが大事だと思うんですね。でこれが高いグループ性、要するに A グループ性っていうのを担保するし、だから、実際に C グループの人でも A グループの能力を得るっていうのはこういう意味で、努力で後天的に A グループになることはできるよ、時間制限もあるけどできるよっていうのはこの辺の意味で A グループの力だと思うし、もしくは高い論理性だし、高い決断力だし、高い視点を持つっていうようなことにつながってて、すなわちリーダーシップにつながると。だから、本当にやばいなって思った時に、無理やりに笑ってあざけてみせると、大変なこともあるんだけど、ちっちゃいことからそういうのをやってみたらいいと思うんだよね。なんか例えば、実験してて試薬を落としちゃったっていう時でも、笑ってみたらいいと思うし、失敗にしてもやばい状況にしても、その状況が起きた時にみんなを元気にできる人っていうのがすごく必要です。確かね、YouTube にね、中谷なんとか先生のリーダーシップ論っていうのがあるんだけど、
あの中でもリーダーシップがいろいろ語られてるんだけど、その中にね、出てきたのが、まあ、震災の時に、みんなね、こうおにぎりの具が同じになっちゃってると。同じ物資しか来ないから。けど、作ってる人はみんな元気。けど、並んでる人はみんな文句ばっかり言ってるっていうような状態があるっていうようなことを言ってて、全部同じで、何か自分が誰かのためにって言ってる人っていうのは、どんなにこう叩かれてても元気なんですよ。けど、こう待ってるだけの人、助けられてる人、常になんか指示待ちっていう人は割とずっと不平を言ってたりとかするっていうような状態があって、同じ被災者なのにそういう違いが出てくるっていうのが、まあ悲しくもあり、インタレスティングでもあるっていうようなことだと思うんですね。なので、何かやばい状況になったら、まあ、もちろん今テロとかそういう地震とかね、日本だったらもあるから、そういう時に危機管理として非常に覚えておいてほしいのは、みんな全員がやばいっていう状態になっちゃって、自分をどうやって落ち着かせたらいいかっていうと、自分がやばいやばいわーわーわーっていうふうに思うんじゃなくて、俺よりもやばそうな人、俺よりもテンパっちゃってる人を探して、あ、大丈夫ですよって言うと自分が落ち着いていくんです。だから、なんかこういう能力をもっと磨かないといけないかなというふうに思うし、アメリカは割とこういう部分が大きいかなというふうに俺は勝手に思っています。ちょっと悔しいけど。で、だから頑張ろうぜというようなところで、いかがだったでしょうか。まあやっぱり長くなってしまいたと思うんですけれども、今日はツイッターでのですね、これこれができないと理系じゃないっていうリストの話をしてみたのと、アメリカに来て研究がやりやすくて仕方がないという話と、最後にですね、日本に何が足りないか、まあ地震についての、地震っていうのはコンフィデンスの地震ですね、コンフィデンスの方の地震の話をしてみました。はい、いいなと、内容が面白いなと思ってくださった方はグッドボタンを押していただけると幸いです。また、最近増えないですけれども、チャンネル登録も募集しておりますので、ぜひお願いします。では、またよろしくお願いします。じゃあね。